はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中3理科エネルギーの移り変わりの5回目です。前回エネルギーの変換効率を白熱電球蛍光と LED 電球を比較しながら見ていきました。で、ここで本来取り出したい光エネルギーには実際にこのぐらいしかエネルギーは使われてなくて、それ以外ほとんど不要な熱エネルギーに使われているっていうことを学習しました。で、この変換効率を、私実際に今回の単元の0の2で手回し発電機で、実験をしていますので、それを通してこのエネルギーの変換効率について見ていきたいと思います。で、まずこの手回し発電機が何エネルギーを何エネルギーに変換しているのか。はい、これはもういいですかね。はい、まず回すので運動エネルギーです。で、それからはい、発電機なので、ここで2年生で習った電磁誘導を使って電気エネルギーを取り出します。でも目的外の音エネルギー、カラ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 回ります、回った時に音がしますよね。その音エネルギーとか、はい、熱エネルギー、まあ、ここ摩擦で少し熱を発生します。またこの導線を通る時にも熱エネルギーを発生しています。こういう目的外のエネルギーも発生しています。で、それがどのぐらいの割合なのかを、実験で確かめていますので、そちらを見てください。はい、この発電機を10回回します。で、その発電機とつないだモーターの役目をしている手回し発電機が何回回るか、はい、これもう音消して10回回しますので、こちら何回回るか見ておいてください。はい、こちら10回回したのに、こちらは6回しか回りませんでした。ということは、運動エネルギーを100使ったけれど、その電気エネルギーに変換されて、その電気エネルギーがもう一個の発電機の運動エネルギーに変わったものは60しかなかったっていうことになります。で、その目的以外の音エネルギー、熱エネルギーに、まあ、40使われた。ですから、今回のこの手回し発電機のエネルギーの変換効率は 60% だと言えます。さあ、ここで今日のポイント一つ目です。はい、エネルギーの保存です。エネルギー変換の前後でエネルギーの総量が一定に保たれていること。今回で言うとエネルギーの前後、まず前、変換前は運動エネルギーが100ありました。で、電気エネルギー、音エネルギー、熱エネルギーの総量も100になります。で、今回の授業の1回目で力学的エネルギーの保存は摩擦や空気抵抗がない場合に力学的エネルギーは保存される、位置エネルギーと運動エネルギーの和は保存されるって話をしましたけれども、それ以外の音エネルギー、熱エネルギー、まあ、化学エネルギー、まあ、そういうもの全て含めるとエネルギー全体の総量は保存されるっていうのが
今回のエネルギーの保存になります。はい、これでエネルギーの移り変わりの授業は終わりです。次回復習テストをしたいと思います。では今日の授業は以上です。